さあ、ということで、大人の生物学教室へようこそ、講師のディーマです。ということで、今回は前回の、問題編の解説編の動画を撮っていこうというふうに思います。前回ね、問題編皆さん解いていただけたでしょうか。まだ見てないよという方、下の概要欄の方から前回の動画チェックしてから今回の動画見ていただくととても嬉しいです。ぜひです、今日も最後まで聞いていただけたらというふうに思います。では、早速本題の方、やっていこうというふうに思います。前回の要点、軽くまとめてみましょう。今、出てますでしょうか。前回の、動画で見たと思うんですが、まずこの患者さん、胸が痛いというふうに言っております。それ以外にも、階段を登ると痛い。それ以外の時は意外と痛くないということでした。で、それ以外に、あ、この場所痛いってピンポイントで痛いっていう場所が言えなかったり。あるいは、タバコ、昔は分かりの痛いしてたと言ってましたが、今は吸っていないということも言ってましたね。それから、深呼吸、笑うと痛いとかもなりませんでした。で、あと、水を飲んでも治らないというところでしたね。いろいろ今回のね、お医者さんね、質問してたというふうに思います。このお医者さんなんでこんなことを質問してきたかということを今から紐解いていこうというふうに思います。で、まず、お医者さん、どこが痛いですかって聞きました。それは当然ですよね。痛いって言ってんだから、その場所に行くところは当然だというふうに思います。胸の方が痛いというふうに言ってました。ということで、胸のあたりにあるどこかがきっと痛いのかなっていうふうにまずお医者さん見るわけです。例えばこの辺にある臓器って言ったら心臓であったりとか肺であったりとか、あるいはちょっとわかりづらいかもしれません。口から入って一番最初に通過する場所って食道っていう場所なんですね。その食道が痛いのかなとか、あるいはそれらを覆っているこの部分ですね。肋骨とかそういう骨とか、あるいはその部分の筋肉が痛いのかな。なんかこけちゃってその辺が痛いのかなみたいな風に考えたりもすることができるというわけなんですね。で、まず一つ一つ紐解いていきます。まず胸が痛いというこの部署を確認しました。その次、うまく痛いところが言えないという風になっていましたね。そうなんです。なんかうまいことよくわからない。とりあえず胸は痛いんだけど、どこが痛いかわからないという風に言ってました。この質問で何がわかるかっていうと、あれ？どこが痛いかわからない。っていうことは、この外側に痛みっていうのがあるわけではないんだなっていうところがわかるというんですね。外側が痛くないということはどういうことかというと、例えば骨折してたり、この肋骨を骨折したりとか、この部分の筋肉が痛い、そういうことじゃないっていうのがわかるんですね。例えば、これは腕でも同じことが言いまして、腕を骨折しました。そうしたら、確実にここ、骨折した時に、ここ、骨折したよって明らかにわかるじゃないですか。この場所が痛いから、なんとなくこの辺が骨折しているように感じる。だから、お医者さんに見てもらうっていう感じで、皆さん、お医者さんの方行くと思うんですよ。で、これもし、骨折してる場所わからないよってなったら、ちょっとこれはこれで大問題ですよね。あ、この辺だけど、骨折してる、もうあんまり僕よくわからへんっていうことはあまりないじゃないですか。っていうことで、うまくこの場所が痛いって言えるということは、逆に言えば骨折とかそういう外側の痛みなんだなっていうふうに判断できることが多いんですね。それじゃないってことは、じゃあ、より奥の臓器の、あ、痛みだったんだっていうふうにお医者さんは考えるわけです。じゃあ、その次、タバコはもうやっていますか？まだ、もうじゃないですね。タバコはまだやっていますかっていう話になっていきます。で、タバコを、やっているかやってないかで、肺の病気かどうかなっていうのを判断しているわけです。前回の動画の選択肢に COPD というふうに書いてありましたが、COPD っていうのは、なんか、なんか、変わらない英語4文字もあってよう分からへんなって思うかもしれませんが、これって肺から発生する病気なんです。この肺から、ごめんなさい、肺の病気、ごめんなさい、同じこと言ってますね。肺の病気であって、タバコ吸ってからなる病気なんです、これ。この COPD っていうのは肺の、要するに肺がこう、うまく動かなくなっちゃって、でそれで呼吸が苦しいよっていう病気になるんですが、それは大体タバコが原因ということが多いんです。じゃあ、それじゃないのかなっていうふうに一回確認してるわけです。で、昔やってたけど今はやめてるよっていう方、大体肺の正常はタバコをやめれば戻るというふうに言われています。まあそれは重症だったら戻りにくいかもしれませんが、まあ一時期だけやってて今はやめてるという方、大体肺はそんなにリスキーではないのかなというふうに判断しているというわけなんですね。で、じゃあ肺でもない。じゃあ残るは食道か心臓かなというところで、それを見分ける質問をもう一個しているわけですね。それが何かというと、水を飲んで治りますかっていう質問ですね。水を飲んで治るかどうかって質問なんですが、これって、要するに水が口から入っていったら通る場所、次食道ですよね。
最後の選択肢4番にあって逆流性食道炎というのはどういうことかというと、この食道の下側の部分が本来逆流しないようにキューってちゃんと袋の上の部分紐で締めるような感じでキューって締まるようにできているわけです。そこがゆるゆるになっちゃうと、せっかく胃の中に入ってきたやつがふとした拍子にボンって曲がってきちゃうから痛いってなるわけなんですね。それって一回上がってきちゃったものを水で流し込めばもう一回下に下がるから痛みが収まるはずなんです、逆流性食道炎だった場合は。で、この食道炎だった場合だったら治るはずなのに、水を飲んでも治らないということは逆流性食道炎ではないのかなって質問だったわけなんですね。じゃあ残るは心臓の病気ということが今確定しているわけです。ちらっと見ました。笑ったり深呼吸したら痛いのか痛くないのかの質問。これも実は肋骨の話だったので、これは上痛くなかったんだなということがこれでわかるわけです。じゃあ最後、二つ選択肢ありましたね、心臓について。この人は心筋梗塞なのか、あるいは狭心症なのか。なんですね。この二つとも、虚血性心疾患という名前でして、両方とも、心臓に血が足られなくなってきて、起こる病気なんですね。うまく動かなくなっちゃうわけなんです。じゃあ、この、心筋梗塞か、狭心症かを見分ける質問っていうのを何個かしてるわけです。で、一つ目が、どれくらいで収まりますかっていう質問だったんです。してましたね。どれくらいでその痛み治りますか。これ、とても大事な質問で、例えば心筋梗塞だったら、もう命に関わるわけですよ、心筋梗塞って。もうなってしまったら、もうだいぶやばいっていう病気なんです。この痛み、ちょっとやそっとじゃ収まりません、正直な話。20分以上続くパターンって結構多いんですよね。だから、数分で収まったっていうふうに患者さんが言ってたってことは、心筋梗塞ってことはあんまりないんじゃないかな、というふうに考えるわけです。そして、心筋梗塞ではないと言える証拠がもう一つあるんです。それが最後の、部分で、追加情報という形で、お伝えしました。血液検査の結果ですね。この血液検査の結果で、トロポリン T っていう値があったじゃないですか。心臓が壊れると言ったら、値が高くなるよっていうものなんです。このトロポリン T っていうのが、心筋梗塞だったら高くなって、狭心症だったらあんまり高くならないよっていう特徴があるんです。で、このトロポリン T っていう、のは、その心臓が壊れている度合いを示しているわけなので、心筋梗塞の方がより壊れているから、より値が高くなるよということわけなんですね。だから、それさえも高くないということは、正解は3番の、狭心症だから、じゃあ心電図取ってみて、それで特徴的な波形をしていたら、あ、じゃあこの人はちゃんと狭心症だったなっていうふうにわかるよっていうわけだったんですね。で、ちなみに選択肢見て、一番の選択肢で、あれ、心筋梗塞で、モルヒネみたいな感じで思った方いましたね。心筋梗塞の患者さん、モルヒネ使いますよ。なんでかっていうと、ちょっとやそっとじゃ痛みが収まらないので、相当ひどい病気なので。なので、ちゃんとその部分の、まず痛みを取ってあげないと、ちゃんと治療することができませんので、もうモルヒネぐらい強いものを入れてあげないと、ちゃんと痛みが収まらない。というわけだったんですね。さあ、ということで、医者の診断のね、流れっていうのがこれで分かったかなというふうに思います。これからね、毎週末こういう感じで動画撮っていって、こんな感じで解説していこうというふうに思ってます。ぜひぜひね、見ていただけたらなというふうに思います。というわけで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。Twitter、Instagram 等やってますので、フォローの方ぜひぜひよろしくお願いします。もしね、良ければチャンネル登録していただけたらモチベになりますので、お願いします。というわけで、ありがとうございました。